今ペットたちの世話を済んだところです。そしてまあワンちゃんと猫ちゃんを一緒に遊ばせているところです。もうみゆきのやんちゃ坊主がやんちゃ坊主が顔を僕のね顔を眠ろうと舌を入れてくるんですよね。口に分かってかどうかなんかもこいつです、こいつです。こらだこれあっこちゃんにも猫ちゃんいます。こらゆきはねおとなしいんですけどね、トイレを守らないというなんとも行儀の悪いワンちゃんですな。こら挨拶は、足らんかったか、作らなあかんな。あもう顔ねぶるなってお前は。こいつです、うちの一番わんぱく坊主。わんぱく坊主というか女の子なんですけどね、やんちゃ娘です。この子もねちょうど生まれて半年ぐらいなんでやんちゃ盛りなんですけど、今はおとなしいですね。で小雪です。小雪もね行儀はまあ一番いい、まあ、マシな犬の中ではマシな方かな。トイレも覚えてるからね。おなっちゃん、なっちゃんおった。猫のおもちゃで遊ぶんですよね。まだ赤ちゃんなんで好奇心旺盛なんでね。猫じゃらしは全部ねこのみゆきが潰してしまってね、引きちぎってで新しくこれ買ったんですけど、もうすでに残骸が、引きちぎった残骸が。これも時間の問題でしょう、潰れるのは。まあこんだけ遊んでくれたらね、まあ夜は楽なんですよ。あのおとなしくなるんで、静かになるんでね。よく寝てくれるんで、今こんだけ遊ぶとそれこそ次の日の昼ぐらいまでは寝てるんでね。このアキちゃんが一番行儀が良くておとなしくて2歳なんですけどね、ちょっと気が弱い男の子です。アキちゃんはあ
で、よいしょ、忘れてはいけないうちの亀さんです。亀さん、ここにいてますね。分かりにくいけど、ゼニガメの冬ちゃんです。うちの大事な家族の一員です。で、マリモちゃんです。まあこんな感じでみんな大騒ぎしております。それじゃあまた後で、ゲームの配信か紹介か、またペットかで、まあ、それ以外でもね、いろいろ企画はしてるんで、僕の YouTube チャンネル登録していただけたらありがたいな思ってるんですけど、いろいろ企画試案中で、この後もまた何か撮りたいと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。とりあえず一旦これでさようなら。